渡辺かりんの古典「音膣荒ぶる神のおはしますところ」にようこそ。全世界の女性の一番神聖なるところをご自身がとっても大切に扱う、そんなことを願いながら作りました。このカーテンの向こうに私の作った女性器のオブジェがあります。今から開きます。心の準備はよろしいですか？ではカーテンオープン。どうぞ寄ってよくご覧ください。これ全部シルクで作ってあります。桜姫ショーツの裏布の心地よいシルクで、これが陰核クリトリスですね。これが大陰唇、大きな影の唇と書きます。こちらが小陰唇、小さな影の唇と書きますね、漢字で。ではここを開けますね。どうぞ寄ってください。一番神秘なる女性の神殿の入り口です。開けますね。じゃーん。よいしょ。わかりますか？こちらが、尿道口ですね。でこの下が膣口です。ではこれからこの神聖なる女性の体の中にちらっとお見せします。はい、どうぞ。はい、じゃあちょっとこれから先は古典に、お申し込みいただいた方ゆっくりご案内しますので、4月の25日まで「音膣荒ぶる神のおはしますところ」渡辺かりんの、古典にどうぞ参加お申し込みください。時々ライブ配信と YouTube に、中からライブで配信した録画した動画もご覧になりますし、古典に申し込んでくださった方の特典の、オンラインショップもあります。あとですね、古典に申し込んでいただいた方には女性器の自画像展の参加する権利がありますので、そちらの方もどうぞ。最終日に抽選で1名の方に桜姫ショーツで一番の豪華な桜姫ゴールド、こちらはですね、税込み価格9万8,000円する超豪華なショーツをプレゼントいたします。皆さん書く時ってすごく観察することになります。で観察することでご自身とのパイプが太くなります。よくこういうものね、ご自身の体についててもとてもね、見てくれがね、なかなか不気味な感じがして、自分の持ち物なんだけど汚い、怖い、気持ち悪いっていう思う方見えますけど、それはあくまでこの中にね、神聖なる女性の神殿に悪いものを寄せつけないように魔除けのためのビジュアルです。その魔除けのためのビジュアルにご自身が惑わされないように、あくまでこの今ちらっと見ていただいた素敵な素晴らしい世界がこの中にあります。綺麗な世界を守るためにすごい感じのビジュアルがあるんです。その気持ちも理解しながら観察して自画像を描くといろんな発見があると思います。ぜひどうぞご参加くださいね。どうも最後まで見てくださってありがとうございます。では個展でお待ちしております。個展の動画、ライブ配信見てくださいね。ありがとうございます。